エドワルド・ゴメス国際空港は、ブラジルのマナウスにある空港である。マナウス国際空港とも呼ばれる。ブラジル北部の主要な国際空港で、貨物輸送では、グアルーリオス国際空港、ビラコッポス国際空港に次ぐ、国内3位の取引量を誇る。空港名は、ブラジルの軍人、政治家であったエアマーシャル・エドワルド・ゴメスにちなんで、名付けられた。 エドゥアルド・ゴメスの日本語表記揺れとして、エドゥアルド・ゴメス国際空港と呼ばれることもある。当初はマナウス・スーパーソニック空港と名付けられる予定だったが、1973年12月に現在の正式名称に決定された。1976年にポンタペラダ空港に代わるマナウスの新しい国際空港として開港した。ポンタペラダ空港は、その後、 マナウス空軍基地と名前を変え、もっぱら軍事作戦を行う空港となった。空港の建設は1972年に始まり、1976年3月31日に、クルゼーロ航空がボーイング727から100による最初の国内線運航を開始した。当時はブラジルで最も近代的な空港で、ボーディングブリッジで登場する最初の空港であった。 空港には2つの旅客ターミナルビルがある。第一旅客ターミナルは国内線と国際線を担当し、1985年3月12日にオープンした第二旅客ターミナルは一般航空と地域輸送便を担当する。さらに3つの貨物ターミナルを有しており、それぞれ1976年、1980年及び2004年にオープンした。 その総面積は4万9000平方メートルに及び、1万2000トン、月まで処理できる。第1、第2貨物ターミナルは輸出用、第3貨物ターミナルは輸入用である。エドワルド・ゴメス国際空港の10番滑走路。背景はマナウス市内中心部。第1旅客ターミナルブラジルで開催された 2014FIFA ワールドカップでは、マナウスも開催地の一つであった。 そのため、2009年8月31日、ブラジルの国営空港管理会社インフレロは3億ドル以上をかけた空港の再開発計画を発表した。その投資内容は以下の通りであった。これらの改修はワールドカップには間に合わなかったが、その開催期間中、工事が空港業務を妨害するようなことはなかった。ありがとうございます。